皆さんこんにちは。こんにちは。いよいよ4月を迎え、新年度が始まりました。今月も佐藤市長に元気にインタビューに答えていただきたいと思います。本日はですね、阿蘇山火山防災連絡事務所の井上所長をゲストにお迎えしています。よろしくお願いいたします。後ほど火山活動について詳しくお話をお伺いしたいと思います。ではまず佐藤市長、新年度に向けた抱負をまずはお聞かせください。やっぱり教育とか医療福祉、それから産業振興、また防災面においてもすごくどの一つとっても大変大事なことですから、職員一丸となって、これからそういう課題を、ぜひとも安心安全な市民の皆さん方が暮らせ、そういう意味で暮らせるような、そんな社会を築いていきたいと思っております。特に目標とするのは、この森林をどのように活用して防災イコール再生エネルギーとして、また雇用面とか仕事が生まれてくるか、経済効果というものもおそらく生まれてくると思っておりますので、そういうことをしっかり今度国が進めておる地方創生、そのことをリンクをさせながらトライをしていくことが大事なと思いながら、一つ頑張ってまいりたいと思っております。もう一つはやっぱりこの火山の勾配の件ですね。今日は井上所長さんが見えておられますけれども、このことについても気を抜かず、そして、絶対に被害がないように、そして最小限に食い止めれていけるような、そういう対策をこれからも取っていきたいと思っております。早速ね、火山のお話も出ましたが、本日のゲストの井上所長に、阿蘇中岳火口について、お話をお伺いしていきます。噴火から4ヶ月が過ぎました。最近では見ているとちょっと白っぽい煙も見えるようになったと思うんですが、現在の火山活動、この状況を教えてください。今現在阿蘇中岳第一火口はですね、だいたい30メートルから40メートルの大きな火の穴火口といいますけども、一応一火口と私ども呼んでます。そこからですね、水蒸気、火山ガス、火山灰がですね、放出され、今現在その11月から12月に比べてですね、若干こう灰の量も少ないような状況になってきてます。で、地下活動についてはですね、その一時期よりは、小さくはなったものの、まだ大きい状態が継続しているような状況です。噴火してから時々ですね、ドーンっていう音が聞こえてくることがあるんですが、あれもやはり火口から聞こえて、火口からですね、空砲撃つみたいな形でですね、大きな鳴動音がこう聞こえてですね、山麓の方とか、非常に不安になってた、かと思うんですけども、今現在はですね、そういった活動ではないです。やはり火山が噴火してから私たちに一番関係のあるのが火山灰の降灰だと思うんですね。冬の間は南阿蘇地方の方にですね、多く降っていたんですが、これから季節が春から夏に変わります。阿蘇市民の方々すごく心配されていると思うんですが、この後どういうふうな方向に変わりそうですか？火山灰というのはやはり季節風に風に乗ってですね、風下側の方に来ます。その時はですね、山の状況についてはですね、常日頃からこう山見て、火山灰が来ているような時にはですね、洗濯物を入れたり、窓を閉めたりするようなですね、対応策が必要かなと思います。それとあとやはり、地面に積もるとですね、舞ってきますので、例えばマスクをしたりですね、眼鏡をされたりですね、それとはちょっと、自分で防衛するような対策が必要になるかと思います。で、気象庁の方もですね、定時的に、3時間ごとになりますけれども、降灰予報というのを発表してます。気象庁ホームページはですね、私ども阿蘇山火山防災連絡事務所、それから気象台の方にですね、問い合わせいただいてですね、その状況、それからこれからの風向きとかですね、聞いていただくと、お答えしますので、よろしくお願いいたします。じゃあもう何かわからないことがあったら、いつでも窓口は開いていらっしゃる、ということですね。佐藤市長、やはり一日も早いですね、沈静化が、期待されますけれども、今後の火山活動について、どのようにお考えですか？
今井上所長さんが申し上げましたように、うん、正確な情報をきちっと流しながら、そして我々がやるべき対策と、うん、かつその情報を聞いた多くの皆さん方も、うん、その対策を心がけていただけると大変ありがたいと思っております。うん、でもこれは自然を相手ですから、そうですね、なかなか難しいところがありますけれども、まあ、とにかく一日も早い沈静化を願っておるということでございます。うんうん、はい、最後に井上所長にお尋ねしますが、まあ、噴火から4ヶ月が過ぎて、はい、これからですね、この阿蘇中岳、はい、まあ、予測は難しいと思うんですが、はいはい、どのような活動を向かいそうですか。はい、やはり当初もマグマ噴火ということで、はい、マグマが関与するような噴火になりましたので、うん、その大きなその活動の流れとしてはですね、はい、やはり月や年単位で見ていけばいいのかなというふうに思ってます。うん、で短く見ればですね、はい、やはり雨というのが、まあ、一つ大きな要素になります。はい、今現在その先ほど申し上げた通り大きな穴が開いたようなところにですね、うんうんうん、お湯とか水が溜まりますと、うん、突発的な土砂噴出とか、まあ、そういったのになりますので、うん、まあ、大きなその多量の雨ですね、うん、に対する警戒が必要というふうに思ってます。うん、ただ、1キロ範囲内と、うん、今現在のは1キロ範囲内ですので、市民の方々にはですね、うん、影響はありません。うん、はい、まあ、観光に来られる方もですね、うん、実際問題山の上まで行ってですね、うん、生の火山をですね、こう体験していただければ良いのかなというふうに思います。うん、はい、情報をうまく活用しながらですね、はい、これから観光シーズンもね迎えますし、そうですね、活発な火山活動は今しか見られないものですから、うん、はい、ぜひそのあたりも阿蘇中岳を見に皆さんいらしていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは最後に市長、はい、恒例のクイズを出していただきましょう。野焼きも終わりました。はい、そして今草原の山々が緑色で芽吹きような季節になってまいりましたけれども、うん、春を感じる一番大事な阿蘇の今の季節です。たまには列車に乗ってそして楽しんでいただけるのもまたおすすめだと思っております。さてクイズですけれども、うん、この九州の中で標高の一番高い駅が阿蘇市にあります。うん、その駅の名前は何と言うんでしょうか。今回のクイズでございます。はい、ヒントを出しますと駅の標高は754メートル、3文字の駅となります。そうですね、素敵なプレゼントもご用意しておりますので皆さんどしどし回答をお寄せください。今月のようこそ市長室は新年度に向けた市長の抱負と、今後の阿蘇中岳の火山活動について阿蘇山火山防災連絡事務所の井上所長をゲストに迎えてお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で阿蘇一番屋から菊芋のお茶ティーパックを3名様にプレゼントします。阿蘇の大地で育った菊芋のお茶です。天然のインスリンといわれる菊芋、水溶性食物繊維のイヌリンをはじめポリフェノール、ビタミン、ミネラルをたっぷり含んでいます。こちらはショッピングサイトアソモでも取り扱っています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記してご覧のメールアドレスまでメールをお送りください。またお電話でも受け付けています。締め切りは4月30日木曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。草原を焼く農耕作業の名前はの答えは野焼きでした。たくさんのご応募お待ちしています。